こんにちは、ライムです。今回は SB プラスメダル攻撃力情報修正来ました。これが今日の3時ですね。まあ7月の初めのね、告知であった通り、お知らせであった通りですね、僕の動画でも紹介しましたけど、来ましたね、情報修正が。これがですね、なんていうのかな、このゲームのこの運営にしては、多分初めて、純粋なメダルの情報修正来たと思う、これ。純粋なるメダルの情報修正。今までほら、情報修正とは言ってたけど、ほら、例えばこのね、今ちょうどいるこの SB プラスクラウドとか、ソライラストバージョンだったりとかね、アクアイラスト。その辺のメダルって、もともとのギルト3とか、ギルト4のメダルで、で、メダル、星7のメダルを5枚消費することによって進化、SB 進化して、で、その後ギルト9ワンダニアを使って SB プラス、SB 強化するって形でしたけど、そういう感じのね、情報修正。まあ、もはや別のメダルに変わっていたんだけど、そういう感じの情報修正ではなく、単純に既存のメダル、今あるメダルを攻撃力だけ上げていくっていう、調整は今回が多分初めてです。これはね、まあ、完全に多分これアンケート結果の反映と言ってもいいでしょう。すごいね。これは運営さんを褒めたい。これはさすがに、これはようやく褒められる。ようやく褒められる。この後まあ何のメダル出るか、まあ今日、明日はあれか。テラとベントゥスのメダル出ますけど、はい。出ますが、まあ、この純粋になる情報修正っていうのは初めてのことなので、これは純粋にね、皆さん褒めてもいいと思うんですよね。誰にこう、なんていうの？不公平なことがあるわけでもなく、やってるユーザーみんなに等しくやってくれる情報修正なので、これはありがたいです。で、メダルで言えば、例えば、セフィロスとか、一番最初の SB メダルとして出てきたセフィロスだったり、まあ、その、あと、後ら辺かなで出てきたライトニングとかセフィロス FFRK とか、FFRK コラボのメダル等も入っているので、これはマジでありがたい。情報修正。はい。で、まあ、まあ、いろいろね、解説したいことはあるんですけど、とりあえず概要を先に説明すると、まあ、まず、初の情報修正が来たと。で、なおかつ、攻撃力がね、どれぐらい情報修正されるんだろうと思ってたら、結構上がりますね、これが。思ったより上がる。ただ、メダルによってかなりバラバラ。どういう基準かは全くわかんないんですけど、例えばこの一番上のクラウドだと、攻撃力が、まあ、5000上がってる。プラス5000。で、さらにイラストに関してもプラス5000されてて、まあ、アクアもプラス5000。でも、中にはね、攻撃力が6500上がってる、この、ソラ&リクとか。これはね、どういう基準かは全然わかんない。これで何の基準でこういう風な感じのアップデートしてるのかわかんないけど、まあ、ロクサス二刀流6500上がってて、で、かと思いきや、同じリバースの、セフィロス、SB セフィロスに関しては、攻撃力1万上がってるんだよね。で、その下のナンバーナインティーン、これセフィロスと同じ系統のメダルだったんですけど、セフィロスナンバーナインティーン、リクレプリカとかね、まあ、ソラスターライトとか、この辺は同じくくりの基本性能が大体同じでっていう形のメダルでしたけど、なぜだかセフィロス以外は2万7000。この曲7000アップしかしてないんだよね。この差がね、謎。もう明らかにセフィロスひいきしてるような感じになってて。で、その正月明けですかね。今年の正月あたりに出た、ベンテスアクア、テラベンアクア。これに関しては、この曲が、まあ、これは6500かな ?6500 上がってんのかな、はい。これ6500共通して上がってるんだけど、これに関してはね、そのナンバーナインティーンとか、リクレプリカとかよりも下になってます。謎だね。これもよくわかんない差です。はい。後に出たメダルなんだけどね、普通。はい。で、あと、まあ、キングダムハーツ3メダル。初実装された、まあ、リク、ソラ、ヤングゼアノートに関しては、攻撃力が、8000上がってんのかなこれ。うん、8000上がってますね。はい。で、バニタス、ここがでかいね。なぜかバニタスだけ攻撃力9000上がってんだけど、これでかいなと思う。バニタスの9000はかなりでかいと思う。
で、ソラ MP が2万6000になってる。6000上がってるね。ソラ MP が6000上がってて、で、かと思いきや、FFRK コラボの、ライトニングとセフィロスに関しては9000上がっ、あ、ライトニングが9000でセフィロスが1万上がってんのか。まあ、セフィロスは確かアバターボードだったんだよね、確か。アバターボードで実質150連天井だったのかな。ビップコインが15枚、150枚か、ごめん。150枚必要だったので、実質、ステボが出なくて、かつ150連が天井みたいな形だったんで、まあ、単価としてはかなり高かった。なんで、ライトニング2万9000でセフィロスが3万になってるのは結構、ここは妥当かなと思う。うん、ライトニングが高いよりは妥当だと思う。ライトニングは普通に50連で天井だったんで、はい。これ嬉しいね。当時ライトニングとこのセフィロスめっちゃ強くて、僕かなり押してたんですよ。確か。強い強いって言って。まあ、未だにこのバフデバフ、さっき、使ってみようかなと思って見たんですけど、まあ、バフデバフ、まだ腐んないね、全然。高難度でも全然使えるような、浴びないようにはなってるし。で、コイン曲アップされたんで、これ全然使えますね。全然強い。で、収課金の、ケイチ3アンセムが5000上がってて、あ、あとこれでかいね、リアが、コイン曲5000上がって、約5000上がって2万5000でアンジェリックアンバーとか、あとデミックスと横並びになった。ここね、ちょっと気になってたんだよね。アンジェリックアンバーと、まあ、デミックスがね、後に出たコピーメダルなんで、攻撃力高くなってたんだよね。リアと比べて。で、リアがちょっと物足んないな、残念だなっていう感じはあったので、そこに来て、2万5000でね、横並びになったのは結構でかいかなと思いました。はい。まあ、あれだけどね、今回そのアンジェリックアンバーと、デミックスに関してはね、一切のアップデートはなかったですけど、情報修正はなかったんだけど、まあ、コピーメダルだからってことかな、多分。まあ、2万5000あれば全然、まあ、9大点だし、まあ、やっぱ汎用性っていう意味ではね、やっぱコピーメダルめっちゃ強いので、これ仮にコピーメダルの攻撃力が3万とかなってたらね、それはそれでまた、すごい、大ごとにはなっていたと思うんだけど、まあ、これだから、コピーメダルの2万5000はまあ、妥当かなと、思います。リアも、まあ、未だに、まあ、僕もそうですけど、使ってる方とか多いと思うんで、これはマジで嬉しいなと、思います。で、あとこれか。これも人によってはでかいんじゃないかな。特に無課金の方が、ナンバー20に関しては、コイン曲2万5000から5000上がって、3万になってますと。で、これが、アクアの解説動画で言ったのかな ?KH3 アクアの解説動画で言ったんですけど、基本的には、アクアの劣化版でした。もう完全にナンバー20が食われている状況で、で、今回の情報修正来たんで、アクアより強いんじゃねって思ってる方、まあ多分いらっしゃるでしょうけど、現実を言うと、これでもアクアより弱い。これはね、覆らなかったですね。この強さは、そう。アクアがね、攻撃力3万あるよね、確かあれ。まあ、攻撃力3万なかったとしてもって話なんだけど、だよね、攻撃力3万あるよね、この人。はい、攻撃力3万あるんで、あ、これあれね、もちろん攻撃プラス3000ついてるけど、これマイナスして、あのチップね、チップ振ってプラス3000で攻撃力3万になってるんで、はい。僕のメダルだと表示上ね、3万3000にはなってるけど、まあこれ無覚醒の状態で攻撃力3万あるんで、で、この状態にアクアだと攻撃プラス1500が乗ってくるんですよ。で、これマジック属性なんで、イヤー王にもアビリティ使うだけでアクアにもそれが乗っかってくるんで、アクアって実質の攻撃力が3万1500なんですよ。なので、アップデートされたナンバー20が仮にね、これ攻撃力3万なりましたと。5000上がったよ、上がったと。これでアクアと横並びになったよと。なったところでアクアの浴びないようにやっぱ勝てないんだよね。どう足掻いても勝てないんで。はい。で、しかもナンバー20痛いとカウント減少とか一切ついてないしね。もう本当に浴びないようないようなもんなんで。ここがね、やっぱ差ですね。で、アクアしかも消費ゲージ1でしょ、あれ。やばいよね。これやばいよね。そう考えると。ってところなんで、結局ナンバー20は、まあ、救われたようであんま救われてないんだよね。まあ、無課金の方にとっては、アクアって収課金メダルなんで、無課金の人じゃ絶対手に入らないメダルなので、普通のガチャから確かこいつ出てこないし。なんで、それを考えると、まあ、
あ、出てくるのかな、それは確認してないけど、まあ普通に考えたらまあ出ないと思うんで、それを考えるとですね、まあうん、まあ無課金の方は喜ぶでしょうけどって、課金者的にはもう別にナンバー20は相変わらずって感じだね。別にアクアいれば別にっていう感じはある。正直その辺が結構でかいです。まあもちろんその無課金の方だったら、でそのナンバー20使ってまあ今まで行けなかったクエストとか行けるようになるかもってところは全然あるんですよね。あと後ほど、例えば言い忘れましたけど、あの情報修正されたメダルでなんかクエストやりたいなと思ってます。試しにどれぐらい変わったのかなって。はい。であと、ナンバー20に次行くと、マスターズヤノートがこの曲5000上がってて、マールーシャも5000。マールーシャの5000はまあルクス稼ぎとかで使う人結構多いんで、これは結構人によってはねありがたいのかなって感じはありますね。であと、あ、これか、散々コイン給付低い低い言われてきた、どこぞの YouTuber に低い低い弱い弱い言われてきて、このソラガーディアンホームね、これがコイン給付4500上がってんのかな。まあそれでもやっぱり低めに設定されてるね、他のメダルよりも低めに設定されているけど、うん、ソラガーディアンホームに関してはアビバイ率が高いんだよね。アビバイ率が高いので、まあ後でまた話そうと思ってたんですけど、アビバイ率が高いと防御力が低いエネミーに対してなら結構ダメージ出してくれるんで、まあ防御力がね極端に高いエネコロとかだと、もうアビバイ率がどうこうの話じゃないので、コイン給付が絶対主義な感じの仕様なのでどうしようもないけど、まあ通常の例えばレベル4000とかそれぐらいのクエストであれば、アビバイ率高ければね、割と攻撃力低くても割とダメージが出たりするっていうところはあったりします。でゼウス、ハデスが攻撃力まあ約5000上がってるのか、4500か、ゼウスが4500でハデスが5000か、謎、結構細かく刻んでる。でアンチアクアが6000上がってるのかな、これ。はい。あ、でここでかいよね、白い服の少年と黒い服の少年、これが6000上がってて、でソラブリッツホームもナンバー20と同じく攻撃力3万になってますと。この辺のアップデートは結構でかいかもね。はい。白い服の少年、黒い服の少年、基本なんていうのかな、アタッカーとしてはやや中途半端な性能ではあったんで、まあ6サスも出ちゃったよしね、6サス出ちゃったし、この間アクセル HD も追加されちゃったんで、ちょっとアタッカーとしては物足りないかなっていう条件、まあ性能で、まあ白服の少年についてはその耐久戦法で使えたりっていう使い方はあったんだけど、ここに来て攻撃力が、まあ、6サスが3万でこっちが29000なんで、ほぼ6サスほぼ6サスみたいな使い方ができる。ただアビバイ率がこっちの方が低いのかな、こっちが最大倍率49倍ぐらいだった気がする。パテ面の数が多いほどだから、ちょっと、まあ、人によっては最大倍率出ないけど、うん、まあだいぶ良くなったんじゃないかな。ただし、先ほども言った通りですね、明日もテラとベントゥス、まあ、この動画アップされてる頃には、まあ、運営のお知らせも来るでしょうけど、テラとベントゥスが明日来るんで、テラとベントゥスの性能が、まあ、アクアの色違い、前から散々言ってる通りですね、アクアの色違いでおそらく来るので、それ考えると、ソラブリッツホーム攻撃力3万になったけど、ベントゥスが攻撃力3万1500で実質ね、実質攻撃力3万1500で実装されるので、ソラブリッツホームは勝てないですね、基本勝てない、ベントゥスに勝てないと思う。ただソラブリッツホームの唯一無二の性能としてはね、唯一無二でもないけど、珍しい性能として、後ろのメダルをスピード属性に変えるっていう、性能がある、アビ内容があるので、それを使って、まあ、キーブレードを一色に統一したりとか、そういうところも、使い方ができるので、うん、まあ、別に死んだってわけじゃないよね。前のなんかの動画でも言ったけど、まあ、別にこうメダル1枚で戦うようなゲームじゃないので、メダルを組み合わせて戦うようなゲームなので、まあ、大丈夫ですよ。まあ、なのでナンバー20とアクアも一緒に使うっていう場面は全然あると思います。はい。収穫金の方で、まあ、アクアのね、みんながみんなその収穫金のアクア毎回さ、2枚も3枚も、覚醒チャレンジしてる人なんか結構少数だと思うんで、本当に少数派だと思うので、基本的にはその、まあ、アクア
作っても、まあ、覚醒チャレンジやっても1枚だけで、他は、まあ、他のナンバー20とか、まあ、ソレンピーとかでもいいですよ。その辺入れて、まあ、高難度とか挑んでますって人がね、結構多いと思うので。まあ、そういう感じなので、まあ、基本的にその単体メダルで比較しちゃったらね、メダル単体で比較しちゃったら、まあ、それはブリッツホームはベントスに負けるし、ナンバー20はアクアに負けちゃうよという話ですね。で、白い服の少年についてもテラには負けるという感じですね。多分あえて2万9000にしてんのかな。まあ、ロクサスが3万ってのもあるけどね。あ、そっか、よくよく考えたらロクサスと攻撃力同じなんだよね、テラってこれロクサスすら危ういぞ。まあ、ロクサスは反射がついてるのか、反射がついてるんで、その分でその PVP で使えるっていうところが、まあ、一応逃げ道っていうか使い分けできる要素は一応あるんで、最近運営はそれも考えてるのかな、使い分けができるっていう性能をあえて持たせてるのかもしんないけど、うん、まあそんな感じなんで、いいんじゃないかな。このアップデートかなり調整したっていう意味ではかなりいいと思います。で、9ヶ月前とかね、8ヶ月ぐらい前のメダルも今の現行水準の攻撃力が上がってるってことなんで、これかなりいいと思う。ただしね、これ攻撃力だけ上がって、じゃあ今のメダルと同じじゃんと思って使うと、思ったより多分攻撃力出ないと思うんだよ。なぜかっていうと、アビ倍率ってのあるんだね、このゲーム。アビリティ倍率っていうのがあって、これ、この KH3 空ね、これ攻撃力さ、めっちゃ高くなったんですよ。めっちゃ高くなったけど、これ、この今僕結構地上の理想覚醒ついてる感じなんだけど、だけど、まあ、これで攻撃力プラス3000もついてるんで、約3万2000いくんだけど、アビ倍率がね、10.51 なんですよ、これ全体攻撃が。全体攻撃の場合だと。前の方にセットするほど技の威力アップか。これまたこれアビ条件もすごいやりにくい。だ、基本的にこれ攻撃力上がったとはいえ、アタッカーとして使うことはまずないね、これ。はい。基本だって最低倍率、一番例えばスピリット枠にこのメダルセットした場合の倍率って 8.04×3.8 で 30.55 倍ですよ、最低倍率。30.55 倍は使わなくね？で、10.51。仮に1枠目に置いた場合の倍率が 39.93 です。使わないね。まず使わない。めっちゃ弱い。今の、最新のメダル、例えばロクサス二刀流とかか。ロクサス二刀流とかだと、私服か、ごめん。ロクサス私服だね。ロクサス私服バージョンとかだと、まあ50倍超えてくるんだ、アビ倍率が。全体攻撃で。それ考えると、まあ使わないよね。はい。なんで、昔のメダルに関しては、ちょっとアビ倍率が物足りないところがあるかも。まあ、バニタスも攻撃力9000上がって、まあめっちゃ強いじゃんって思うけど、バニタスもね、攻撃力そんな高くないんで、アビ倍率か、アビ倍率そんな高くないんですよ。これ最大倍率で、42.94 倍、HP マックスの状態で 42.94 倍なので、そんなに出ないですね。ただ、闇の、スピード属性の枠って少ないんで、メダル自体が少ないんで、そういう意味ではバニタス全体攻撃の、ミドルリバースとして考えるとめっちゃ強い方だけど、僕もね、未だにこれ使ってるね、未だに重宝してるとこあるんだけど、うん、まあそれにしても昔のメダルはちょっと今のメダルと比較するとアビ倍率が低いですよっていう感じがあるので、思ったよりね、多分倍率自体は出ないかも。で、最近情報修正された、例えばこのリクイラストバージョンとか、これはね、アビ倍率も結構高いんですよ。リクなんかこれ、無条件ですよ。何のアビリティ条件もなく、どの場所、いつのタイミングで使おうが、アビ倍率55倍出るんですよ、これ。55倍で攻撃力が、僕のメダルだとこれ3万か。2万7000だね。2万7000出ると。あ、ステボなしで考えたら2万6000か。ステボなしの普通の状態、無覚醒の状態だと2万6000で、アビ倍率55倍なので。それ考えるとどうなのっていうところあるよね。攻撃力と、まあ、結局そのアビ倍率の差っていうところが
出てくるんで、まあ、クエストによって敵の防御力によって、まあ、その辺のダメージがちょっと変わってきたりもするんで、まあ、一概にどっちが強いとは言えないけど、まあ、少なくともあの空、先ほどの KH3 空とこの陸を比べたら間違いなく 100% こっちの方が強いんで、そういうところはあります。これは仕方ないね。アビバイ術の情報修正まではさすがにされませんでしたね。はい。まあ少なくとも、まあ今まで持ってたメダルが、まあそのゲームプレイ、ただログインしただけで強くなってるみたいな状況はかなり嬉しいと思うんで、これは本当にありがたいと思います。で、今までクリアできなかったクエストとかも、これで、まあ例えばハデスカップで詰まってたという方もクリアできるようになるし、試練の間とかね、あと、スイカ割りイベントか、みたいな、まあ、ちょっと難しいみたいなクエストもあのクリアできる人が多分増えてると思うので、はい、これはいい情報修正かなと思います。でやっぱこれなんかセフィロスがね やたら優遇されてるところがなぜか気になるんだけどね。これ本局3万になってるんで約3万ぐらいには上昇したんで、これがね謎に気になる。はい。まあ、理想覚醒とかついてて、まあ、未だにね、その、赤のリバース、例えばダークバイターで戦うって時になったらセフィロス入れたりとかもしてたんで、これは普通にありがたいんだけどね。はい。まあ、息を吹き返しましたと。で、ついでに、あの、覚醒専用ボードか。メダルボードが、来たんで、この辺も今回に合わせて回す人も多いんじゃないかな。まあ、あのアクア持ってる人はもうわざわざナンバー20を覚醒する必要は正直ないと思う。無課金の人以外は全く価値ないので、ナンバー20とかはおすすめしません。全然おすすめしないので。あと白い服の少年とかもね、もうテラ出るんで、この辺もおすすめできないかな。空ブリッツホームに関してもおすすめしない。うん。で言うと残りの選択肢で言うと、まあ黒い服の少年、空ガーディアンホームになるんだけど、うん、どうなの？空ガーディアンホームさ、結局さ、その、結局、ベントゥスさ、明日出るベントゥス、前提で考えちゃうと、ね、大体ベントゥスとテラでよくねってなっちゃうんで、ですよ。まあ明日のガチャ引く気なくて、まあ今持ってるメダルを強化したいっていう人向けかな。はい。よくよく見るとどれもおすすめできるメダルないね。ロクサスに関しても、もうね、攻撃力並んで、かつ攻撃力プラス1500のバフがつくテラも出ちゃうので、おすすめはしません正直この辺に関しては。ただ、1500ジュエルで覚醒専用メダル3枚ついてくるんで、まあ、現状のメダルを強化したい人だけ引けばいいんじゃないかなって感じはします。はい、まあ、そんな感じですかね。最後にちょっと試しに情報修正されたメダルだけでハデスカップやって終わろうかな。まあ別に情報修正されようがされまいが別に余裕なんですけど、とりあえず一回やってみよう。これでいきます。スリーピングライオンで、まあリア本気5000上がったよと。あ、これしかも SB 進化してねえし、まあいいか。で、はい、空、先ほどの空で、バニタス。で、こっちはちゃんと SB 強化までしてる。リア。で、ライトニングですね。これ9000上がったのマジででかい。ライトニングかなりバフ、デバフ強いからね、これ。防御デバフついてないちょっとあれだけど。で、ガーディアンホーム。はい。これアビバレス、ガーディアンホームのアビバレスかなり高いんでね。いまだにまだ強いと思う、これ。17.79×。67.6 なんで、全体攻撃で 67.6 はまだ、未だに結構高い水準、かなり高い水準ですね。今、ロクサスとかが55倍とかだっけ ?55 倍とか56倍ぐらいだったと思うんで、それ考えてもまだ高い水準なんですね。まあ、ハデスに関しては、あれがあるんだよね。あの、リセットが、バフのリセットがあるんで、ワンターンキルはちょっと難しいとは思うんだけど、どうしてもね、30パー以下でバフが切れちゃうとダメージも下がっちゃうんで、まあ、2ターンキルにはなると思うんだよ。あー、ライトニングが復活したのでかいよね。これはね、かなりありがたい人いるんじゃないかな。FFRK コラボあたりからね、始めた方とかもいると思うんで、で、ライトニングの
覚醒がっつりつけたよみたいな人もいると思うんで、はい、ここでバフ消されますね。消されましたね。で、さらにデバフをかけられて、そう、まあハデスはやっぱりこういうデバフがでかいんで、追撃で攻撃バフをね使ってあげた方がって感じはします。で、これ帰り使ってないんで、これスーパーバストだけで死んだな、これ多分。はい、バニタスの火力は最大倍率全然出てませんが、まあこんな感じですよと。めちゃめちゃ余裕あります。余裕は出た人いるでしょう。これで勝てる人多いんじゃないかな。ハデスはそんなに防御力としては高くはないと思うけどね。レベル4000なんで。はい、まあそんなわけでですね、まあせっかく情報修正されたんで、いろいろ攻撃力上がったんで試していこうかなと思います。なんだっけ、属性相当戦、ハードで相当戦だったりとか、あと試練の間ね、試練の間、シーズン2の、まだ、ただ単純にめんどくさくてやってなかっただけなんだけど、せっかく情報修正されたんで、こちらの攻略動画も撮ろうかなと思ってます。これ。この辺もね、やります。やってみよう。はい。といったわけで、今回ではここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。